ゴルゴンゾーラはイタリア共和国ロンバルディア州ミラノ県にある人口約2万1000人の基礎自治体。世界三大ブルーチーズの一つに数えられるゴルゴンゾーラチーズの名はこの町の名に由来する。ミラノ中心部から北東へ 20km ほどの距離にあってミラノから連続して広がる市街地に含まれており、ミラノ地下鉄によってミラノ中心部と結ばれている。 ミラノ県北東部に位置するコムーネで、マルテザーナ地方に含まれる。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。イタリアの地震リスク階級では、3に分類される。ローマ帝国時代、ミラノとベルガモの間には、アルゲンティアという都市があったと記録されている。このアルゲンティアこそが、現在のゴルゴンゾーラの起源とする説が長く、唱えられている。また、 ミラノとベルガモの間の街道に設けられた馬を変えるための宿駅の周辺に発展した小さな集落がこの街の原型だったと推測する説もある。ともあれ、453年に、粉族がこの地に来襲し、アルゲンティア付近の街と境界道を破壊したという記録は、現在のゴルゴンゾーラの地域で起こった出来事とみなされている。ゴルゴンゾーラについて明確に言及された。 最初の文書は10世紀のものである。2世紀の殉教者で、ミラノの守護聖人でもある聖、ジェルバジオ、聖プロタジオに捧げられた教会の所在地として、ゴルゴンティオラの地名が現れる。この地名は、ラテン語のカートアージェンティアが変化したとも、あるいはカンコーディアが語源であるとも言う。強硬派と皇帝派の戦争が続くさなかの1176年には、 ロンバルディア同盟側についている。1245年には、この村を戦場とした戦いで、サルディニア王エンツ王が捕虜になった。13世紀には、ミラノ公国のデッラとレケの直轄荘園であったが、ビスコンティケに領主が変わる。1288年には、ミラノ市教区の重要な領地の一つとなった。15世紀には、アッタ川とミラノを結ぶ。 マルテサーナ運河が改作され、水路がゴルゴンゾーラを流れるようになった。20世紀初頭は5000人前後の村であったが、ミラノの近郊市街地として人口が増加する。1972年にはミラノ地下鉄がゴルゴンゾーラ駅まで開業した。1970年代にゴルゴンゾーラの人口は1万人を超え、現在も増加を続けている。 人工水位ゴルゴンゾーラチーズゴルゴンゾーラチーズの歴史は中世に遡るが、その誕生を明確に記録したものはなく、いくつかの物語が語られる。次に掲げるのもそうした発祥物語の一つである。ミラノ近郊のこの村は、高知で放牧していた牛を平地に下ろす際に休憩地となっていた。牧府がお礼として提供した牛乳を材料に、 村人がチーズを生産して販売するようになり、ゴルゴンゾーラ村はチーズ産地として知られるようになった。ある時、村のチーズ職人の青年が恋にうつつを抜かして仕事をおろそかにしたことから偶然このブルーチーズができたのだ、という。ゴルゴンゾーラの町はフェスティバルを行うなどして、このブルーチーズがこの地で発祥したという名誉を主張している。 ただし、このブルーチーズの発祥地論争には、パステューロなど他のいくつかの町も名乗りを挙げている。なお、都市化が進んだ今日、この町で、ゴルゴンゾーラチーズは作られてはいない。ゴルゴンゾーラには、以下の分離集落がある。サッカークラブのエース、ジャナ・エルミニオが本拠を置く。長らく、アマチュアリーグで活動してきたチームであるが、2014から15。 シーズンよりレガープロに参加した。2017から18シーズンはセリエ C に属する。ありがとうございます。